我が子を喰らうサトゥルヌスは、スペインの画家フランシスコ・デ・ゴヤの絵画作品で、連作、黒い絵の一点である。ルーベンス、我が子を喰らうサトゥルヌスローマ神話に登場する、サトゥルヌスが将来、自分の子に殺されるという予言に恐れを抱き五人の子を次々に飲み込んでいったという伝承をモチーフにしており、事故の破滅に対する恐怖から狂気に取りつかれ、 伝承のように丸呑みするのではなく自分の子を頭からかじり食い殺す強行に及ぶ様子がリアリティを持って描かれている。この絵は後世に修正されており、オリジナルではサトゥルノスの陰茎が勃起していた。本作が描かれたのは、親が病により聴覚を失った後、77歳の時であるが、 本作より以前には17世紀にオランダの画家ルーベンスが同じ伝承をモチーフとする我が子を喰らうサトルヌスを描いている。日本で1970年代に数多く刊行された怪奇系児童書に属する複数の書籍では、食人鬼あるいは食人鬼ゴールという名前で紹介されている妖怪に本作品を図版として掲載されているものが見られるなど、 世界妖怪図鑑では、その食人鬼は、特に、ポルトガルに生息するとされる、夜行性の妖怪で、身長は5メートルあり、金持ちを好んで食すとされるが、ポルトガルにおける、同伝承についてを記した文献などの出典は、不明であり、本作品との結びつきを含めて、無関係な流用である。ありがとうございます。